South Africa。 なんだこれ、なんだこれ、金のドラえもんみたいなやつ、なんだこれ、金のウサギです。さてここがミュージアムですね。さあ乗っそうな椅子、なんだこれさあ、ロボットのぞみさんがこんなとこにロボットが止まるまでの物語、南アフリカバージョンですね。走れ走れ、すごい距離走ってますね。全然ロボットじゃないですね、この動きは。なんて楽しい場所なんでしょうか。これはマジックショーのお父さんですね。楽しそう。さーて、それじゃああと30分ちょいあるんでね、ちょっと気持ちよさそうなレストランに行きましょう。ラパラダ、レッツゴー。来ましたよ、美味しそう。フィレのミディアムです。いただきます。ケープタウンはいいね。これはクウェートで行った店以来のうまさです。さーて、それでは今からサンセットクルーズに行ってみたいと思います。こちらの船で行きます。さあ、ウォーターフロントの港を出発いたしますよ。やべえやべえ、かなり揺れる、これかなり揺れるぞ、これ危ない。これ気をつけないと落ちますね。こんな感じなんで、万が一落ちた時のセーフティージャケットの説明をしてます、あのお兄さん。さらば地球よ。それにしても寒いですよ。結構南アフリカは暑い国だと思ってる日本人の方多いと思いますけど、南アフリカは今冬ですから、まあ、日中はいいですけど、今多分20度ない15度とかなんですか、風浴びてるんで余計ちょっと寒く感じますけど、サムケンさんはダウンジャケットを着用しておりますよ。あったかい足筋と背中のトレーニングですね。羨ましい、筋トレしたい。船長さん、サンセットクルーズ、イエーイ。うわすげえ、荒れ狂う波、綺麗な夕日ですね。っていうかもう沈んじゃったけど、ピンク色した石の空が、そして月が出てきましたよ。Thank you, ladies and gentlemen. The fasten seatbelt has been turned off. It is now safe to depart the aircraft. さて今からママアフリカに移動していきますよ。ケープタウンはウーバーが使えるんで移動がとってもスムーズですね。まあ、当然ながら Uber は現金支払いがいらないんでね、まあ、登録したカードでそのまま自動支払いになってますんで、ぼったくられることもないし、とっても便利ですね。それとケープタウンの街は主要な見どころの場所がほぼ30分未満で収まってるんで、今から移動するライブレストランも移動時間が12分でございます。とっても近い、歩いても30分なんで、まあ、歩いてもいいぐらいの勢いですけどね。 Thank you for watching。 この動画が面白いなって思ったら高評価もお願いね。コメントもお待ちしてるです。チャンネル登録よろしくね。いる時は最高、笑い出す笑顔はキュート、真夜中